皆さんどうもこんにちは。大学教員の島崎優斗です。本日は日本人のバークリー音大に行った皆さんのバンド、リンゴバンドの皆さんに来ていただいております。まず僕と、この愛ちゃんが同じ大学の出身なんですよ。で、そっから愛ちゃん、バークリー音大に行って、ジャズとか、フュージョンとか、いろいろ、勉強してるんですけど、ヒロさんも東京音大の出身でしたね。はい、そうです。そう、東京音大行った後にバークリー今勉強してて、バークリーでしか、音大っていうところに行ってない人たちですね、が、3人いるので、こう日本の音大と、海外の音大どういう風に違うのかなっていうことをちょっと僕の方から質問とかねしていって、教えていただきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に学費、これ気になるんだよ。まず場所とか場所アメリカ。アメリカのバークリーはボストンにあります。バークリー地方じゃないんだ。バークリー地方。そっからだった。でアメリカ合衆国マサチューセッツ州のボストン市、にあるバークリー音楽大学、でボストンは、ニューヨークから高速バスで 4,5 時間。あ、結構遠い。でも広いもんね、アメリカ。そうですね。広くて。で、学費は？まず日本のさ、音大って、うちらが行った武蔵野って、年200ちょいぐらい。まあ200万ぐらい。東京音大も200ぐらい。まあ日本がまあこんぐらい。まあ大体まあ200万ぐらい私立行くと思ってください。システムが日本とちょっと違うんですよ。そうそうそう。僕ら年間で払ってるわけじゃなくて1学期ごとに払ってるんで、はいはいはい、1年に何学期、一応3学期あるんですけど、それを3学期まるまる取るのか2学期しか取らないのか、単位ってあるじゃないですか、はいはい、その1学期に取得しない、それをフルで取りたい人なのか、ちょっとずつやっていきたい人なのかによっても金額、単位取ると金額高くなるというか、基本的にそういう考え方で、早く卒業はできます。なるほど。基本的にアメリカの学校はそういうところは多いと思います。ということなんで、一概にいくらとは言えないですけど、パッて言うと東京音大と武蔵野音大の年間学費が大体1学期分です。そう、大体1学期。あ、高いんだ。はい、倍。高いの。そう、倍じゃね。そう、倍ぐらい。ってことは3学期までやると大体平均600万ぐらいかな、かかっちゃいます。そう、結構武蔵野とか東京音大とかから、まあ、卒業して、もしくは 2,3 年生とかからその留学する人多くて、でやっぱヨーロッパ多いんですよね。ヨーロッパは安い。そうそうそう、それですね。すごい、僕もヨーロッパ行った友達いっぱいいて、先輩も後輩もで安いって聞いてたから、バークリーも正直ね、安いと思ってますよね。そんな高いんだと思って ね、マジでびっくりした。そうやって金額が分かったところで、じゃあ2つ目に聞きたいのはそのメリット、要はその日本の音大とか、もしくはヨーロッパとかの安い大学とかじゃなくて、わざわざバークリーとかそのニューヨークとかアメリカの大学に行くメリットって何なのかっていうのを、まあ一番皆さんが思い浮かぶかなと思うのは、世界中の人が集まるということで、人脈とネットワーク、そしてあと先生方が世界中の一流が集まっているという、まあ人ですね。人、アメリカっていうのはやっぱり人が集まる場所なので、アメリカがどうっていうよりもそこに集まってくる世界の人々がいるっていう、そのオポチュニティに払ってる感じが。めちゃめちゃ話うまいじゃん。それは例えば、まあでもヨーロッパ行っても、まあ、いろんな各国から来てる人ってやっぱりいるじゃないですか、それ以上に何かあったりとかします？ボストンっていう土地柄でよく感じるのは、多様性がすごい多い土地柄で、学校自体、バークリーっていう学校自体もアジア人が 40% ぐらいいるんですけど、最近多いんですか？本当に多いですね。なのですごくリスペクトがあって、その多様性に対してのリスペクトがすごいので、日本人がちょっとポッて出てきても、例えば演奏が上手ければすごいみんなリスペクトしてくれるし、英語が喋れないとかなんかちょっとできないことがあっても、頑張ってるところを見せるとそこはすごく評価してくれるっていうのがアメリカならではなのかなとは思いますね。日本人の自分たちもそういう多様性を学んでこう生きていくというか、それをまあ仕事とかこれからの生活に、人生に生かしていくっていうこと。逆にじゃあ日本のこう、まあ、大学とかその都市とかでこういう差別あるなみたいなとかって感じることある？一番はあれじゃないですか、楽器とあと専攻がまた別にあって、僕はベースを選んでるんですけど、僕の専攻は音楽音響デザインっていう、まあ、エンジニア系のクラス入ってるんですけども、それ僕はその、アメリカではそういうエンジニアの勉強しながらベースもエレキベースも習ってるっていう、そう
専攻とか機械別に考えてるっていうのは、まあ、アメリカならではなのかなと思うんですけど、授業の内容カリキュラムが、すごく充実してる、ね、しかも自分のやりたいものを選べる、自分の興味のあるところを取れるから、うん、好きなものがさらに分かってさらに楽しくて、うん、じゃあこれもやろうあれもやろうって言って学費がどんどんまんまと乗せられてるからまあそれと、まあ、若干並行してるんですけど、ちょっと3つ目に聞きたいこと、そのバークリーで学生をしながらこうその演奏の仕事とか、うん、働いてとかをしたりしてるのかなと思って、はい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 、あの僕はあのステージクルーって言って、照明と PA とそのセッティング、その3つの仕事を一つやってます。学校内だよね。学校内でそういう、うん、学校からそういう仕事がいただけると。で、ね、時給が1200円ぐらい。あ、まあ、じゃあ日本のバイトと同じぐらい。そうですね。前提として基本的に僕たち学生ビザで行ってるんですけど、働いていけないんですよ。そうですよね。学校の外では。そうですよね。学校内だったら学校が全部あの税金の管理とかもしてくれるんで、学校内では働いていいですよっていう法律があるんで、しかも働いてバイト代いただいて、はい、まあ、自分の勉強したいことができる、実践できると。学費がすごい高いけど、なんとかなる種明かしがある。はいはいはい、はい、いろいろあるんですけど、奨学金がもらえます。うん、将来返済しなきゃいけないやつ。シナリアス。ほう。給付型ですね。ほう。イエーイ。イエーイ。やったー。誰でも？誰でも？いや誰もじゃない。申請がある。申請もあるし、あのもう最高峰の子たちは学費、寮費、食費まで。全額免除。全額免除。全額免除。やっぱりそれはその実技のあの実力が主に見られる。そうですね。なるほど。奨学金にもあの。アメリカの大学だといろいろあって、メリットベースとニードベースっていうのがあって、メリットベースとニードベースっていうのがあって、英語で調べると多分出てくるんですけど、本当に必要なあの貧困な家庭から来た方は、こんでしかお金がないんですっていうのをやると、学校が、あ、じゃあ来ていいよ、あげるっていうお金がニードベース。はいはいはい、そのままだ。そうなんですよ、そのままなんですよ。で、メリットベースが今愛さんがおっしゃって、あ、成績優秀者だから、優秀だし、もう来て、もうお金払うから来てっていう。なるほどなるほど。そうで、ただバークリーは私立なので、メリットベースの方が多め。あー、あ、もちろんニードベースもありますね。あります、あります。じゃあ皆さんはその救済措置っていうと、あのメリットベースの方を狙っていくっていう。はいはい、なるほどなるほど、ということでした。はい、種明かし。え、じゃない、すごい優秀な人とか。え、違う、でも、あの、その、それカーストトップなんだよ。カーストトップはそれで。そうです。で、あの、そっからこう、金額が下がってくる。そっかそっかそっか、段階があるんだ。そうです、あの、半分とか、3分の2とか、もう、あの、4分の1とか、その、なんか値段が、こう、ちょっとずつ変わってって、で、それが、学費から割り引かれる感じです。はい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 。だから、年間600万ですけど、まあ、だから半分。だから300万払えばいいとか。なるほど。だから、うまければ、ただできる。まあ、それも日本も一緒だけどね。ただの人いたけどね。で、僕も実際あの返済しなくていい奨学金もらってたんですよ。ほらほら。いや、ゆうとさんですよ、皆さん。まだ全額じゃないやつ、本当に一部のやつ。うん、お、なんか振り込み制だったかな、日本は。割引じゃなくて、学費が先に払って奨学金受ける人は確かそれが後から振り込まれる、制度だった気が。いや、なんかどうしてもなんかこれを言いたいみたいなことで。年齢が高い人が多いって言ってた。あ、それは面白いかもしれない。よくその年齢が高い。あ、すごいびっくりしました。僕はそうなんですけど、日本の音楽大学卒業してから何年か働いて、僕はアメリカ大学に行ったので。同じく。そうだよね。そうだよね。だって。2、3年かな？ 3 年働いてから。だってって言っちゃダメだ。今いくつだもんねって。じゃあそういう人たちが割と日本と比べていっぱいいるかなりなという。年齢は本当にみんな気にしてない。千差万別。全く気にしてない。なんか自分の人生のタイミングで来てる。そうですね。逆に若い、若くてすぐ来る人もいるけど。ああ、珍しい。留学生だと結構珍しい。アメリカ人はパッと来るけど、留学生は結構そうだね。確かにそうか、ヨーロッパ系もそうかもね。全然気にすることない。全然気にしなくていいから、いくつ？はい、ということで、こんな感じで、いろいろ聞きたいことを聞けたので終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。で、あのバークリー音大、リンゴバンドですね、はい、リンゴバンドの、チャンネルも概要欄に、貼っておきますので、よかったら見てみてください。演奏動画をメインに載せてるチャンネルです。
なんかもライブのストリーミングとかもこれからもちょっといろいろやっていく感じです、まあ、割と始めたてだと思うので、はい、全然始めてます、ここの成長を楽しみにしてください、よろしくお願いします。ということで今日はね、いろんなお話ありがとうございました。ありがとうございました。ダンクルーサーの島崎優斗とリンゴバンドでした。ありがとうございました。ありがとうございました。